皆さんこんにちは。定刻になりましたので、ただいまからオータムコンサートを開催いたします。本日はクレート浜松フライ広場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。クリエイトの秋の恒例のイベント、オータムコンサートの季節がやってまいりました。今年は3年ぶりにコンサートの開催をいたします。晩秋のひととき、素晴らしい音楽をお楽しみいただきたいと思います。さて、本日の演奏は浜松ポップスウィンドオーケストラの皆さんです。今年も多大なご協力をいただきまして、こうして素敵なコンサートの幕が上がることに感謝申し上げます。ありがとうございます。それではプログラムの次第に沿いまして演奏が始まります。お楽しみください。浜松ポップスウィンドオーケストラの皆さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、浜松ポップスウィンドオーケストラです。私たちは、この浜松市の在住のメンバーで、この今演奏しましたようなポピュラーミュージックを吹奏楽という形で、表現したいという、そういうコンセプトのもと、それに、優勝しようということで集まった、仲間たちです。1993年に、結成を、されました。ご覧の通り、幅広い年齢層といろんな職業の方が集まったアマチュア の一般バンドです。今回ですね、ここ数年の、コロナの関係で、先ほども所長さんのお話もありましたように、3年ぶりの開催ということで、私たちもここで演奏できること、そしてこうやって聴いていただけること、本当に嬉しく思います。感謝、申し上げます。ここはですね、私たちもう20年以上演奏していまして、今回は22回目、となります。ずっと来ていただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、今年も、よろしくお願いします。今日は第1部、第2部という2部構成で、お送りしたいと思います。さあ、今演奏しました曲は、Omens of Love という、曲で、日本のインストゥメントのバンドの T スクエアというグループの代表曲でした。吹奏楽の世界では非常に中学生や高校生に人気のある曲でよく演奏されます。それでは2曲目に参ります。2曲目は Under the Sea という曲です。これはディズニーアニメのリトルマーメイドという、その中の曲で、非常にこうトロピカルな感じで、打楽器がとても活躍いたします。非常に楽しい曲ですので、お楽しみください。
ありがとうございました。 Under the Sea という曲でした。それでは、続いて3曲目です。今度は、まあ、現在ピアニストあるいは、編曲家、あるいはプロデューサーとしても活躍されている、塩野谷悟さんという方がいらっしゃるんですが、その方がなんと中学校2年生14歳ですね、その時に、作曲をした、曲あディープという、曲なんですけれども、まあ、現在でも続いてるんですが、ヤマハが、主催してますジュニアオリジナルコンサートというのがありまして、まあ、これは1972年ぐらいから続いているものなんですけれども、その子たちが自作自演をするっていう、自分で作曲をして自分で演奏するっていう、まあ、そういうコンサートのもので、その中で出てきた曲です。まあ、それをですね、今では大変有名になりましたけれども、当時まだまだ若かりし頃の久石譲さんというジブリの音楽をたくさん、作曲された方が吹奏楽用にアレンジをして、いただいたものを演奏させていただきたいと思います。アディープです。
がとうございました。ザ・ディープです。振りながら喋ってますけれども、意外と大変なもんですね。メンバーの中誰か吹きながら喋る、こともたまにはあるんですが、最近はほとんどありません。メンバーはこの間にですね、いろいろちょっとちゃんと休んで疲れを取って次の日の準備をしたりなんかしなきゃいけない、その分私喋ってるんですけれども、私も実は本当に言うと次の準備が欲しいっちゃ欲しいんですけれど、なかなか、です。はい、さあそれでは、次の曲ですけれども、続いては、ボサノバの曲のメドレーをお送りいたします。まあ、ボサノバといいますと、この、ブラジルを、代表するサンバというのがありますけれども、まあ、それに並んで、できたの一つは新しい音楽なんですが、ボサノバのノバっていうのはちょっと新しいという意味があって、ボサっていうのはなんかその新しい傾向というか、まあ、そんな感じの少しちょっとこじゃれた感じの曲があります。まあ、その中で、3曲、イパネマの娘、それから、黒いオルフェ、そして、ウェーブ、この3曲をメドレーでお送りいたします。
ございました、ボサノバの涼風というボサノバのメドレーでした。それでは、この第1部、最後の曲、ですけれども、私のお気に入りという、曲です。これはですね、1965年にこう上映されたサウンドオブミュージック、ザ・サウンドオブミュージックというドレミの歌とかエーデルワイスとか、ああいうのが入った映画がありますけど、サウンドミュージックの中で、歌われた、歌、なんです。それがだんだんとこうネゲスの中でジャズの定番の曲にもなって、ジャズアレンジして、いろんなアレンジで演奏されることが多いわけですけれども、今日はこのジャズワルツに乗せて、この私のお気に入りという曲を演奏させて、いただきたいと思います。
ありがとうございました、サウンドミュージックの中から My Favorite Things、 私のお気に入りでした。さあ、それでは、ここで、そうですね、今、40分10、15分ぐらいちょっと休憩をいただきます。55分から、第2部の方をしたいと思いますので、それまでごゆっくりご提供ください。ありがとうございました。